五色塚古墳は4世紀後半に作られた兵庫県下最大の前方後円墳です。明石海峡を望む位置に、作られていまして、陸や海の交通を掌握した有力者が葬られていると考えられています。ですが、どんな人だったのかなということについてはよく分かっていません。皆さんもぜひこの場に立って海を眺めながら、そういった人たちのことを考えてみてはいかがでしょうか。